急なんですけど、海外の通行人ドッキリとかで、スマホをぶっ壊したりした後に新しいスマホをプレゼントしてほっこりみたいな動画結構流れてくるんですけど、あれ嬉しいか？全国の特命さんこんばんは。深夜の放送部ことダックです。よろしくお願いします。あんなんされたらお子様ランチの旗脳天に刺すよね。まあそういう台本なのかもしれませんけどね。さあ今日なんですが、また急ですけど、皆さん自撮りってよくしますか？僕はそのご存知の通り顔面男性器なんで、まあモザイク処理がちょっと面倒で撮ってもあんまり SNS には載せたりしないんですけど、てぇー、いい加減にしろよ。 DM でお前ってイカゲームだよなって送ってきたやつ愛してんでさあ戻しまして、もう今は街を歩けば自撮りしてる人結構多いですよね。自撮りじゃなくても何かあればすぐにまずスマホ向けて撮影されてますよ。でなんか最近15分くらい同じ場所で表情変えずにずっと自撮りしてる女の子とかいたんですよ。いや別に15分間ずっと見てたわけじゃないですよ、まあ、少し前から言われたりはしてるんですけど、実は SNS の普及等で自撮りする方が増えたことによって他人に迷惑をかけたりとか、最悪の場合は死に至るケースっていうのがここ数年多発して、今や社会問題になってきてるんですね。ということで今日は自撮りやスマホなどが原因で起きた事件というのをいくつか紹介していきます。まず今年のニュースからですね。1つ目、ながらスマホの危険性。まずは国内です。今年7月、東京東部練馬駅付近の踏切にて帰宅途中の女性が電車にはねられ死亡するという事故が発生しました。その後の警察の捜査によりますと、女性はスマホを見ながら踏切内に入り、警告音が鳴って遮断機が降りるとそのまま踏切内で立ち止まったんですね。実はこれスマホに気を取られていて、自分は踏切の外にいると勘違いしてたんですね。さらにこの踏切の外にいた人たちもスマホを見ていて誰一人気づかなかったみたいなんですね。これはちょっと取り返しつかない事例を紹介したんですが、最近でも、まあ、学生がスマホを触りながら歩いて、まあ、人にぶつかってしまって相手の方を怪我させて賠償金を払わないといけなくなったっていう事故がありましたよね。まあ、特に自転車とかで片手運転しながらスマホしとる人危なすぎますよね。聖徳太子でもできんやろあれ。でこのながらスマホによる事故ですね、都内だけでもここ数年で200件ぐらい起きてる事故でして、さらにこれを逆に利用するような犯罪も増えてるんですね。それが2020年の3月、大阪の日本橋で歩きスマホをしていた男性が通行人の男とぶつかってしまいます。するとその通行人の男は、今あなた歩きスマホしてましたよねっつって、こけた時に僕の持っていた携帯が壊れたっていう風に主張して、機種代の半分6万円を請求してくるんですね。男性は自分も歩きスマホをしていたっていう負い目があったんで、渋々4万円ぐらいを払ったんですよ。しかしその後その男っていうのが全く違う場所で全く同じ行為をしていて、それをぶつかった男性が目撃してて、あなた私ともそれやりましたよねっていう風に声をかけたら逃げていったっていう事件があったんですね。これ警察によると、近年スマホ当たり屋っていう被害が相次いでるみたいでして、注意を呼びかけてるんですね。まあ、触りながら歩く方も良くないんですけどね、悪事働くなと思いますよね。次2つ目、映えを求めすぎた結果。お次は海外ですね。香港のインフルエンサーソフィアチャンさんという方がスマホで撮影中に滝から転落して死亡するという事故がありました。まあ、日頃から絶壁とか、いわゆる危険な場所でポーズを決めて SNS に投稿する活動を行っていたんですね。この日もパイナップルマウンテンという香港で景色がすごい綺麗で有名な場所で自撮りに没頭していたところ、高さ5メートルほどの絶壁から足を踏み外したんですね。まあ、すぐに病院に搬送されたんですが死亡が確認されたということです。まあ、いいねが欲しくて危険な場所で撮影しようとする行為ですね。まあ、実際この自分で行けない場所を見れるっていうのも SNS のいいところなんですけど、スマホを持つとね手が塞がるんで危険度は増すんですね。だから YouTuber に突撃してスマホを破壊された人いましたね。3つ目バカった。これも海外のニュースでございます。こういった危険な行動を撮影しようとするのはインフルエンサーだけではございません。今年の7月ですね、インド北部にある有名な観光地アンベール城の見張り塔にて、嵐の中スマホで自撮りをしていた若者含む11人が落雷によって死亡するという事件が発生しました。はいチーズバリバリバリみたいな。でこれ警察によると、落雷があった時ですね、この塔の上には27人ほどの観光客がいて、落雷とともに崖から飛び降りたそうなんですけど、そのまま塔に行った人のうち11名が死亡、その他多数が負傷したということです。これもその嵐の中撮影を求めて起きた事故とも言われてますね。はい、まあざっくり今年あったニュースを紹介したんですけど、まあ、こんな感じで自撮りに情熱を燃やしすぎるあまりですね、その最中に事故死するっていうのが、まあ、ここ数年で右肩上がりに増えてきてるらしいんですよ。2018年の調査によりますと、こういった自撮りが原因で亡くなった人数は259人にも上るそうでして、まあ、これ意外と少ない風に聞こえるんですけど、大体サメの襲撃の5倍ぐらい危険という風に言われてるんですよ。まああんまりね、これサメは人を襲わないんであれなんですけど、またこれ2018年ぐらいの話なんで、カメラが綺麗になった近年はもっと増えてると言っても過言じゃないですね。さらに追加でここ数年で起きた有名な事故というのをまとめてきました。1つ目、富士山で生配信。はい、これトップバッター日本で起きた事件です。これすごい話題になりました。2019年の10月、ニコニコ生放送でライブ配信を行いながら富士山を登山していた男性が滑落して死亡するという事故が起きました。彼はそのライブ配信のために少なくとも4回ぐらいは富士山に登っていたんですね。ものすごい軽装の上、冬の登山に必要なピッケルやアイゼンを持っていなかったそうなんですよ。また配信直前にはバスで寄って気分が悪い、もう帰りたいなと漏らしていたこととか、落ちる直前の配信で道あっ
ってるの、これ相当埋まってるけど雪でと話していたことからですね、生放送のプレッシャーから無茶な登山をしてしまったのではないかと考えられています。これすごい話題になったんですけど、2020年6月ですね、愚かな死を遂げた人物に贈られるダーウィン賞というのがあるんですけど、この20年度の受賞者にこの生放送主が選ばれたんですね。日本人では初の受賞だったんですけど、これもすごい荒れましたよね。この方の生配信を行った動機とか、あとはスマホを持った状態で別にライブ配信をしていたわけじゃなかったんで、この賞自体悪趣味だろうみたいなね、ただ相当軽装で危険だったということには変わりありません。次ですと2つ目、電車の屋根で自撮り。はい、こちら海外のニュースなんですけど、2014年の3月、スペインですね、停車中の電車の屋根で自撮りをしようとした男性が死亡するという事件が発生しました。男性は以前からですね、意外な場所で自撮りをして SNS に投稿するっていうことをやってたみたいで、事故当時は電車の屋根の上で友人を自撮りしようってスマホを上げたところですね、その手が高圧送電線に触れて感電、その後病院で死亡が確認されたということなんですね。普通その電線とかあったら気がつきそうなんですけど、これも多分自撮りで頭がいっぱいいっぱいになってたんじゃないかなというふうに思われます。これと同じように2020年、インドで13歳の少年が停車してる電車の屋根で自撮りをしようとしたところですね、高圧線に触れて感電するという事件がありました。特にね、この若者の SNS の普及もあって、注目を集めるなら状況を考えずにどこでも自撮りしようとする節があるんで危険ですよね。電車の上までは行かないんですけど、外役撮り鉄の迷惑行為とかも似たような感じかもしれませんよね。目の電日記元気かな。3つ目、ダムで自撮り。お次もインドですね。2019年の10月ですね、インド南部のパンバルダムというところで自撮りをしようとした6人家族のうち4人が流されて死亡するという事件が発生しました。6人組が手をつないで腰の高さまである水の中に入って自撮りをしようとしたところ、1人の少年が足を滑らせて、手をつないでいた2人の姉と母の3人がそのまま水の中に消えていったってことなんですね。ダムで腰まである水のとこ行こうと思います？まあね、そのいい写真をあげたいっていうのはあるんですけど、命をかけるほどの価値はないですよね。次4つ目、線路で自撮り。いや、これまたまたインドなんですよ。ホットファイヤーやは？2019年、インドのハリアナ州というところで線路の上で自撮りに夢中になっていた4人の若者のうち3人が電車に轢かれて死亡するっていう事故がありました。日本でも結構入って撮っちゃう人多いですよね。4人は自撮りに夢中になりすぎて電車が来ていることに直前まで気づかなかったと。ギリギリのところで気づいて4人のうち3人が隣の線路に飛び移ったんですけども、飛び移った線路にも別の電車が通ってそのまま轢かれたんですね。いや、まあ不幸ですよね。ただ幸運にもそのうちの1人は逆の方向に飛び移ってたんで助かったそうです。ちょっと調べてて気づいたんですけど、インド3連チャンじゃないですか。さっき冒頭でお伝えした自撮りが原因で命を落とした259人のうちですね、およそ半数がこれインドで起きてるんですよ。世界の指導者のうち最も SNS のフォロワーが多かったのはトランプさんかと思いきや、インドのモディ首相って方で Facebook のフォロワーが4000万人いたんですね。これ関係あるか分かんないんですけど、インドってそもそも人口が多い上にですね、 IT 関係とかも世界で見たら結構進んでるというイメージなんで、それだけ SNS のユーザーも多いのかなというふうに思いますよね。次は絶景スポットで自撮り。はい、こちら2018年、アメリカのカリフォルニアでヨセミチ国立公園の断崖にてですね、自撮りをしようとした夫婦が転落するという事件が起きました。この断崖っていうのが、写真見てもらったら分かるぐらいゾッとするめちゃくちゃ高いところにあるんですけど、この事故にあった夫婦っていうのが旅行ブログを運営していたみたいで、特に夫のムーティーさんという方が普段からよくアドレナリンジャンキーっていうのを自称するぐらいスリルっていうのが大好きだったみたいで、その勇姿っていうのをよく SNS とかで投稿していたんですね。で、この場所を訪れた別のカップルが不自然にもですね、これ断崖のギリギリのところに設置してあるカメラ用の三脚を発見したところで、2人が遺体となって発見されるということになりました。 YouTube でも調べたら結構出ますよね。ロードバイク乗ったりとか、キワッキワなところ歩いたりとか、ビル登ってみたりとかね。やっぱこれ見てる側もやっぱヒヤヒヤしちゃうんですけど、やっぱ再生数を稼ぐことが命に変えられるかと思いますよね。次6つ目、ビキニ自撮り中に落下凍死。はい、これ2019年、台湾にておよそ20メートルの峡谷の下で30代の女性が凍死している姿が発見されました。この方はですね、台湾国内の高い山に登ってはその頂上で撮ったビキニ姿の写真をネットに投稿するジジウーという方で知られていたそうで、かなり多くのファンもいたんですね。だいたい4年間で100回ぐらい山に登っていて、少なくとも97種類ぐらいのビキニで撮影をしていたそうで、1年のうち3分の1以上は山に登っていたそうなんですね。いや、気合がすごいですよね。僕なんか一歩も外出てないですよ。この日もですね、ビキニ姿を披露しようとしたところ、誤って転落してしまって、落下時の怪我と寒さで身動きが取れなくなったのではないかということですね。7つ目、手榴弾を持って自撮り。2017年、恐ろしやでおなじみロシアのラビンスクという場所にて26歳の男性が車の中で手榴弾の爆発によって腹部がえぐられた状態で遺体となって発見されました。で、これ事故当時は自殺かと思われたんですけど、その後の捜査で彼は友人を驚かせるために自撮りを撮っていたところを誤って爆発したのではないかという説が有力になったんですね。それがこの方、直前まで友人とチャットでやり取りをしていて、友人が今どこにいる大丈夫かというメッセージに対して、お前の言う大丈夫っていうのがどういう意味かによるっていう返信とともにですね、手にピンが抜かれた手榴弾を持つ写真っていうのを送っていたんですね。その後友人が、待って、バカなことすんな、お前どこにいるんやと送ったところですね、その後彼からの返事はなかったんですよ。ただこれが以前にも全く同じ手口で友人を驚かせようとしていたということで、今回もまた驚かすつもりが誤って手を離してしまい爆発させてしまったんじゃないかと思われてるんですね。だからロシアだけレベルが違いましたね。最後です、8つ目、銃を使って自撮り。こちら2015年、アメリカにて銃
19歳の男性が自宅アパートで自らの頭を銃で撃ち抜いた姿で発見されました。はい、もう大体わかると思うんですけど、まあ、彼は死の直前に上裸にサングラス、口にバンダナ姿で鏡の前で銃を構えて自撮りをしていたんですね。引き金に指をかけてしまって誤った発砲してしまったのではないかと見られています。また翌年の16年にはですね、またインドにて全く同じように自分に銃を向けて自撮りしようとしたところを誤った発砲して死んでしまうという事件がありました。これ銃に関しては日本はないんでね、あれですけど、まあこういうことすると反響がある世の中っていうのもちょっとね、よく考えたら怖いなと思いますよね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。本日は自撮り中に起きた死亡事故を紹介させていただきました。まあ、自撮りって怖いですね。でライブ行ってもスマホをずっと構えてる人ばっかりで、ライブ来た意味あんのかなとちょっと思っちゃいますよね。また途中に話したように、まあ、僕もたまにその海外の危なっかしい動画を見るんですけど、まあ、それもどうも危険を後押ししてるみたいで、まあ、どうなのかなっていう複雑な気持ちにはなりましたね。この動画に関する皆様のご意見やご感想お待ちしております。皆さんも自撮りこういった危険性の他にはですね、まあ、特定される危険性とかありますから、まあ、そういったものを調べた上で健全にご利用ください。今日は以上です。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部こタックです。よろしくお願いします。さあ今日なんですが、皆さん船の事故と聞くと何を思い浮かべますか？僕もかなり昔取り上げたタイタニック号とかが有名ですよね。映画にもなってますね。これタイタニックに関しては氷山に衝突したこと、そしてジャックは実際に板乗れたんじゃないかってことが原因だとされてるんですけど、今日はですね、人間によって起こされたと言っても過言ではない韓国史上最悪の海難事故、セウォル号沈没事故について深くお話ししていきたいと思います。早速です。セウォル号沈没事故。2014年4月16日、修学旅行中の高校生325名と、教員14名、一般客108名、船員28名の計476人を乗せた、韓国の大型旅客船セウォル号が、航海中に横転沈没。乗員や船員など合わせて、299人の死者、5名の行方不明者を出したという、韓国史上最悪の海難事故です。韓国では、1993年にも、292名の死者、そして行方不明者を出した、青海フェリー沈没事故っていうのがあったんですけど、これを上回る死者数を出した、歴史的な事件になったものになります。この日本でも連日下着姿の船長が救出される映像というのが流れてましたよね。しかしこの事故、海難事故っていう言葉に惑わされてはいけないんですね。この事故はですね、人間の欲望や過ちさえなければ起きなかったかもしれない、言い換えれば汚い人間のせいで起きたと言っても過言ではない劣気とした事件なんですよ。ということで本日はこの事件が起きた経緯と詳細、そして原因などについて深掘りしてお話ししていこうと思います。早速詳細です。事件直前の2014年4月16日、計476名を乗せた大型旅客船セウォル号は、悪天候のため2時間遅れでインチョン港からチェジュ島へ向けて出港しました。その乗っていた方の大多数が修学旅行生だったんですけど、船内で行われていた音楽ライブとか、運航会社主催の花火大会を後半から見物したりとね、盛大な盛り上がりだったそうです。翌朝乗客は朝食を迎え、もうすぐ到着するチェジュ島を心待ちにしていたその時ですね、事件は起きます。右へ舵を切ったセウォル号はドンという大きな音とともにですね、突然バランスを崩し大きく左に15度ほど傾いてしまいます。船内の乗客はざわつき始めるんですけど、この時点では何もアナウンスは流れずに、まあ大丈夫なんだろうと修学旅行生たちはね、スマホとかで写真を撮っていたんですね。しかしそこからおよそ15分後、セウォル号はさらに傾き、角度は45度ほどになります。もうこの時点で床に立てばいいのか壁に立てばいいのかわからないぐらいの状況だったんですね。船内には緊張と沈黙が走ります。とその時、ようやくここで船内放送が流れます。しかしそのアナウンスというのが、乗客は手すりを持ってその場から動かないでくださいというものだったんですね。このアナウンスはその後船内で10回以上繰り返されて、乗客たちもこれに従ったんですね。船が45度も傾いていたら、この時点で船の外に出るなり救命ボートを使うなりですね、普通は船員による何かしらの対応があるんですけど、というか義務のはずなんですけど、しかし理由は後ほど説明するんですが、この時セウォル号の船員は乗客を助けるどころか海洋警察に通報すら行っていなかったんですね。そしてこの時間最初に通報したのはなんと乗務員ではなく高校生だったんですね。そして事故からおよそ1時間後、ここでようやく海洋警察が到着します。しかしね、これも後ほど詳しく話すんですが、海洋警察の誰一人として船の中に救助に来る人はいなかったんですよ。この時真っ先に救助されたのは船の外で助けを求めていた下着姿の高齢男性、知ってる方も多いと思うんですが、これが乗客を見捨てて真っ先に逃げたセウォル号の船長だったんですね。この時船長だけじゃなくて、セウォル号の船員の多くが乗客を見捨てて救助隊の方へと向かったんですね。一方船内にはまだほとんどの乗客が残っていて、船にはどんどん海水が流れ込んできてるんですよ。しかしこの時にはもう船員のほとんどが船から脱出していたんで、アナウンス自体が一切流れなくなっていたんですね。信じられないですよね。で最後に放送が流れたのが沈没する7分前でして、内容が沈没が迫っている、乗客は海から飛び降りろというものでした。7分前ですよ。
して事故発生から2時間も経たないうちにですね、セウォル号は90度傾いた後ですね、多くの乗客を中に残したまま海の底へと沈んでいったんですね。はい、とここまでが事故の詳細になるんですけど、いかがでしょうか。もし自分がこの船に乗っていたらって考えただけでもゾッとしますよね。で、先ほどの詳細の中でなんで船長だけ先に救出されたのかとかね、まあ、ちょくちょく気になるところあると思うんですけど、これ冒頭にもお話した通りですね、このセウォル号沈没事故は事故と呼ぶにはあまりにも人間の手が加わっている事件だとされているんですね。ここからですね、この発生原因を詳しく見ていきたいと思います。胸くそ注意です。まずは事故発生時の船員の対応ですよね。まず真っ先に救出された船長について、事故当時運航を務めていたのはイ・ジョンソクっていう69歳の高齢男性。そもそも彼はですね、いつも船長を務める47歳の男性がこの日は不在だったので代わりに船長になった非正規社員だったんですよ。また副船長を務めたのは前日に入社したばかりの新入社員、そして船上していた3等航海士も新人でして、この場所を操縦するっていうのが初めてだったんですよ。そんなことあります？また船長はですね、事故発生時船内放送で、船は安全です、その場から動かないようにと流した後ですね、自分が船長だとバレないように制服を脱いだ下着姿で逃げるように救助船へと乗り込みました。乗客の命を優先しないどころかですね、自分だけ嘘をついて逃げたんですよ。これ船長というか人としてどうかしてますよね。しかも救助後も自分が船長であることを隠して職業欄に一般人と記入していたんですね。また他の船員に関しても、沈みゆく船に取り残される乗客に対して動かないでくださいとだけ伝えて、救命ボートとか救命胴衣とか一切せずですね、船長に続いて続々と救助艇へと逃げたとされています。じゃあなんで動かないでくださいって言ったのか、これいくつかあるんですけど、乗客の救助を優先していたら自分が救助されなかったかもしれないと感じたんですよね。極限の状態に置かれると人間の本性ってめちゃくちゃ出ますよね。さらに乗客を待機させた理由として、そもそも救命ボートが古くて使えないことを前から知っていたんじゃないかっていう話があって、もちろんこの船には救命カプセルとかあったんですけど、実際事件後見てみたら固定具が錆びついていて自動で開くはずが全く開かない、蹴って外してみても作動しないっていう状態にあったと言いますね。相当ずさんな状態であったと言われています。そもそも船長が69歳の社員じゃなくて副船長と航海士も新人、さらに乗客をほったらかして逃げるような教育を行っていた運航会社って、これどうなってんのって思いますよね。ここまでもう十分事故が起きそうなんですけど、実はまだまだあったんですよ。航海していた長平人海運の当初の事故後の発表によりますとですね、当時船の積載量上限の987トン、これよりも少なかったと発表したんですけど、その発表が本当かと疑問視されて調べが進んだんですけど、事故発生時ですね、合計で3608トン、なんとですね、上限の 3.6 倍の貨物が積まれていたってことが分かっています。さらには固定具を使用せずにただロープで縛っただけ。この旅客船であっても貨物とかも同時に運航することで効率よく利益を上げたりするんですけど、要はですね、事故当日も将来のある航行たちの人命とかを無視して金儲けで走ってたんですね。それだけじゃありません。この船にはですね、バランスを安定させたり傾いたりするときに、これを元に戻す復元力を高めるためにバラスト水、要は水をタンクに溜めておくんですよ。しかしですね、事故当時基準の4分の1ほどのバラスト水しか積んでいなかったってことが分かったんですね。でこれ後に分かったことなんですけど、実は出航前に自分たちの運びたい荷物を多くするためにこの水をわざと抜いていたってことが分かってるんですね。だんだんこの事故が偶然起きた事故でないことが分かってきますよね。これだけではまだ終わりません。その後の調べでですね、そもそもこのセウォル号は使用上安全とは言い切れない改造が施されていたんですよ。この船はですね、1994年に作られた波の上っていう名前のフェリーだったんですよ。ただ2012年この運航会社に売却されたんですね。しかしその後整備がほとんどされていなくて、乗客の定員数を増やすために客室を勝手に増設してかなり無茶な改造がされていたんですよ。これによって船の重心っていうのはもうぶれてしまって、復元力もかなり元々低くなっていたんですね。しかもこの事実っていうのを運航会社ももちろん知っていたんですよ。その証拠に中古の船舶取引サイトに登録していて、フィリピンの会社に売却を図っていたってことが分かってるんですね。はい、先ほども言いましたが、運航会社そもそもめちゃくちゃすぎる会社だったってことが分かったんですよ。実は以前からですね、2011年にエンジンの故障によって622人の乗客を乗せた漂流事故を起こしていたりとか、2014年には漁船との衝突事故を起こしていたりとかですね、何回も事故とかを繰り返していたんですよ。すごいフラグはビンビンだったんですね。またですね、事故発生当時この避難対応が問題視されて調べが進んだところですね、前年のこの社員に対する教育費っていうのが日本円で5万3000円ぐらいしか投資されていなかったことが分かってます。それに対して広告費が2300万、これ本当にお金儲けしか頭になかったってことがよく分かっています。余談なんですけど、この運送会社のオーナーユ・ビョンウォンという方なんですけど、事故後に行方をくらまして5000万円ぐらいの賞金がかけられたんですけど、その2ヶ月後には畑で変死体となって発見されてるんですね。死因は不明とのことなんですけど、事故後に逃亡したことからこの事件に関しては間違いなく真っ黒だったということなんですけど、
これは事故後の話にはなるんですけど、救助に駆けつけた海洋警察の対応も問題されました。というのももはや何をしに来たかもわからない状態だったんですよ。まず事故当時ですね、事故の説明の際にも何回も言ったんですけど、救助隊は船から出てくる人の救助には当たったんですけど、船が沈没していくまで誰一人として船内に乗り込んで救助を行わなかったんですね。救助するどころか何もせずただただ沈んでいく船の周りをくるくると旋回していただけと言われています。まあその言い分としては、救助すべき人が何人いるのかを知らなかった、船の中にまだ人がいることが分からなかったって言うんですね。これはね、僕が現場にいたわけじゃないの何とも言えないですけど、この船の大きさから収容人数も大体分かると思うんですよ。何をしてた船なのかとかね。さらに言うと、仮に一人でも残されてる可能性があったら普通は助けに行こうとすると思うんですよ。しかも通報してきたのが高校生だったんですよね。ただもしかしたら船員とか船長が船の中にいるか分からないとか、もういないとか嘘をついていた可能性もありますよね。この沈没事件というのが世界で報道されて、救えたはずの命を救わなかったとして2014年の10代の死因第1位を運輸事故に塗り替えたというね、歴史的事故になってしまったということです。はい、というわけで以上がセウォル号沈没事故のざっくりとした原因になります。本当これ胸クソの連続ですよね。まあこれでもっと広い視点で見ると、この事故というのが韓国社会そのものを表した事件だとも言われたんですよ。ここで問題視されたのが、社会の規則とかルールにとらわれるよりも生き残りたければ他人を押しのけてでも前に出るべきっていうね、この風潮というのが当時ちょっとあって、この事故によりその風潮そのものが注目を浴びたと言われています。またこの事故のその後の対応なんですけど、船長のイ・ジョンソクには殺人罪が適用されて無期懲役、そして当時船の運航に携わった15人の乗務員全員が逮捕されました。またですね、海上警察の救助活動の不足を踏まえて解散も命じられることになったんですね。ほんとだいぶひどい話ですよね。これ自分だけ良かったっていうね、もう人間の弱い部分が前面に出た事件じゃないかなと思いますね。ただ一つだけね、これ結論出ずに終わってることがあって、これ以上デタラメ流すと起訴するぞっていう話にもなったんですけど、それがこの沈没は潜水艦の衝突とか魚雷を打ち込まれた説っていうのもあるんですよ。そのいくら重くてもここまで傾いて沈没するっていうのは外部からの力が加わってないと無理だっていう説もあって、結局ねこれ詳しい調査がなくて事故だと結論付けられたんですね。もしこれが本当だとすると、まあ、運航会社の社長が死んだりとかしてるので、また全然話変わってきそうですけどね。はい、とざっくりと紹介しましたが、皆さんはどう思われましたでしょうか。すごい胸クソの話ですけどね。この動画の感想と一緒にコメント欄までお願いします。ちなみに今紹介したのはほんの一部で、気になる方は調べてみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。あの急なんですけど、小学生の頃川の隅っこら辺に秘密基地作ったんですよ。作ったっつっても旗に名前書いてブルーシートを引いた段階で大雨が降り出して、雨宿りしてる間に旗は折れてブルーシートはゴミくずになったんですよね。スロット北斗の拳の村人が着てる服みたいな。これで空気めっちゃ悪くなって、しまいには近くの100均で全部で300円ぐらいしたんですけど、友達が200円出してて僕が100円しか出してなかったんですよ。ほんなら一緒に作ったそいつが、俺は多く出してるし、しかも壊れたから50円分の駄菓子を僕に買ってくれって言い出したんですよ。後から僕もそれに対してすんなりそうだよねっつって買えばよかったんですけど、僕もあの1を失ってるんでちょっと切れてたんですよね。そんな言い訳大人の世界じゃ通用しないよっつって、それを紅茶家電飲みながら言ったら、その子との関係が破綻しまして、今現在まで一言も喋ってないんですよ。生きてるかどうかすらも分かんないんですよね。秘密基地作る中からそんなことなる？全国の特命さんこんばんは、深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。さあ本日なんですが、冒頭ちょっと昔話しましたけども、結構真面目系の注意喚起の動画になりますね。最近ですね、外に出やすい気候になってきまして、川とか海でバーベキューなんかをするって方も多くなってきたんですけど、毎年ですねこの時期になると実は水難事故というのが多発するんですね。今年も立て続けに話題にもなってましたね。水難によって死亡してしまうという事件が起きております。早速最近起きたものをいくつか紹介します。1つ目、川遊び中に中学生が溺れ死亡、鹿児島市。今月の18日ですね、鹿児島市にある川で遊んでいた中学2年生の男子生徒が溺れ死亡してしまうという事件が発生。警察の捜査によると、その日生徒は友達5人で遊んでいる最中突然姿をくらまし、そのおよそ2時間後付近の滝壺で遺体となって発見されたということなんですね。2つ目、不明の男子高校生沖合の海中に遺体、静岡県。次はその翌日の19日ですね、静岡県の白浜中央海岸にてですね、家族と5人で来ていた男子高校生が行方不明になるという事件が発生しました。その翌日ですね、海岸からおよそ160メートル離れた海中で遺体となって発見。事故の原因については今も捜査が続いているということなんですが、この事故当時ですね、現場の風速がいつもより14メートルと強くですね、波が高かったことが関係しているのではないかと思われているということです。次のニュース3つ目、これも20日です。東京多摩川にて男性2人が川に流されるという通報がありました。その後駆けつけた消防隊によると、流された2人のうち1人は川の中にある岩にしがみついているところを救助されたんですが、もう1人は捜査からおよそ1時間後ですね、現場からおよそ4キロ先
の下流で見つかって、搬送先の病院にて死亡が確認されたということです。当時の現場付近というのが水の量がいつもよりも多くて流れが速かったことが事故の原因になったのではないかと思われているということです。ニュース4つ目まだ続きますね。これも20日ですね。三重県の稲部川ですね、川遊びをしていた男子中学生が行方不明になった後死亡が確認されたという事件が起きました。事故当時ですね、男子中学生は友達と4人で川に行って橋から川へ飛び込むっていう風な遊びをしていたところ、突然行方が分からなくなったと。そしてその翌日、これもやはり現場からおよそ3キロ離れた下流で遺体となって発見されたということです。最後にこれちょっと動画が話題になったんですけど、海外ですね、中国にある仙洞港っていう川があるんですけど、この時期の水難事故というのが絶えないんですよ。この川では海嘯って呼ばれる河口付近で強い波が逆流するっていう現象があって、ちょうどこの時期に見れるということで知られていて、これが有名な観光地となってしまってるんですよ。概要欄に映像貼っておくんでちょっと見てほしいんですけど、これがねほんと津波ぐらい水がブワッと押し寄せて、それを見た周りの人がキャッキャ騒いでるんですよ。いやこれ大丈夫なんて思いきやですよ、案の定毎年川に流されて死亡する人っていうのが続出するんですね。何やってんのって話ですよ。さらに今年は台風の影響で波が高くて例年よりも多くの犠牲者が出たっつってるんですけど、これが観光スポットになってなければ確実に死者は0人なんですよ。いやマジで謎なんですよね。ということでここまで一気にニュース紹介したんですが、今年はねコロナの影響で外出が減ってるってこともあって水難自体は減ってるんですけど、この秋に差し掛かる8月末から9月っていうのは特に涼しくなってきて、河原でバーベキューしたりとかね、釣りといった行楽で訪れて水難に遭ってしまうってことが多いんですね。さらにこの時期の川とかの水難にはいくつか共通点がありまして、それが台風が過ぎた後だったということがよく報道で付け加えられて、いつもより流れが速く増水していたってことが言われるんですね。それって台風が来てる時に川行く人なんかあんまいないんですけど、台風が去った後ってものすごい晴れるじゃないですか。それと安全と思いきや、遊ぶところに上流から水が流れてくるまでちょっと時間の差っていうのがあるんで、雨が止んだ後に急に増水するってことなんかがよくあるんですよ。さらに遊んでいてゲリラ豪雨が山の方で降って一気に下流に流れ込んでくるっていうね。なのでよく行く川で安心していたらそこで水難が起きるってことも珍しくないんですね。緊急事態宣言で県をまたぐのは禁止だということで、結構何回か行ってた川っていうパターンが多いんですよ。ちなみになんですけど、警察とかではこれ水難事故とは言わずに水難っていう言い方をすることが多くて、この理由が水難を装った殺人とかもあるみたいなんですよね。これあんま関係ないんですけど、台風の日に用水路に落として様子を見に行ったっきり帰ってこないといえば装えるっていう感じですよね。まあただ今はね、傷一つでも生前についたものなのかどうかっていうのが判断できるみたいですから、そうはいかないみたいなんですけど、ただこれって被害者が発見されればの話じゃないですか。事故かどうかわからないってことが多いんで水難っていう言い方をするっていう話がありますね。そしてなぜ増水した川とか海、そして中国の映像みたいに観光に行って事故に遭っちゃったりするのか、これにもちょっと共通点があるんですよね。それが油断してるからなんですね。まあ僕たちは毎年ここ泳いでるから大丈夫だろう、よく行ってる川だから釣りの時はライフジャケット別にいらないだろうだったりとか、そういった油断が命を奪う事故へと繋がってしまうんですね。学生の時こういった訓練をやったんですけど、プールとかで、人って一度パニックになると膝よりも下ぐらいの水位の場所でも溺れてなくなるってこと平気であるって言ってましたね。これよく覚えてますね。なのでもしこの時ちょっとした知識とか自然の理解があれば避けられた事故だったってことがあるんですよね。ということでここまでちょっと長くなりましたけども、今回はそれを体現したような事故っていうのが過去に起きてまして、別名ネットではドキュンの川流れなんて表されることあるんですけど、これが一体どういった事故だったのかっていうのを改めて紹介したいと思います。早速です。黒倉川水難事故、こちら1999年の8月ですね、神奈川県山北町にある黒倉川という場所で発生した水難事故です。今回分かりやすいようにですね、起きた出来事っていうのを時系列順で紹介します。この被害に遭った方のどこが悪かったのか、自分ならどうしていたのかっていうのをぜひ考えながら聞いてみてください。ではまずこの黒倉川というのはどういった場所なのか。この川っていうのが丹沢山地って呼ばれる標高1673メートルの急峻な山を流れる川でして、年中登山客で賑わうスポットでもあるんですが、もともと降水量が多くて急激に水位が増す川として知られてました。一番最初も言いましたね、この事件が起きた時期っていうのが8月でして、ちょうど熱帯低気圧が発生して日本各地で記録的な雨が降り注いでたっていう時期なんですね。ちょっと前ですけど今とちょうど似たような時期でもありますよね。そんな中この川にですね、横浜市内の廃棄物処理会社に勤める男性社員、そしてその子供や家族などを含む合計25名がキャンプに訪れたんですね。彼らは到着するなりですね、本来はそもそもキャンプが禁止になっていた場所なんですけど、川の小さな中洲の場所にテントを張ったんですね。はい、まずこの中洲ってどういった場所を指すのかって言いますと、ウィキペディアから、中洲とは川の中において上流から供給された土砂などが蓄積し陸地となっている地形のことであるということで、この時点で若干嫌な予感はしますよね。お昼過ぎ、丹沢山地に雨が降り始めます。それからおよそ20分後、近くにあったダムの管理職員が巡回で回ってきまして、ハンドマイクを使ってキャンプをしていた観光客に増水の危険性というのを警告します。大部分の観光客はこの指示に従って水際から離れたもののですね、この中洲にいた人たちは聞く耳を持たずですね、冷ややかな反応だけが返ってきたと言います。
そしてものすごい早いんですけど、この現場の5キロ上流の黒倉ダムが放流予告のサイレンを鳴らすんですね。ダムが放流するんですよ。しかし一行は固くなに中洲から移動しませんでした。なんで？そしてその15分後ダムの職員が2回目の巡回を行って、再び何をやってるんだと、退避してくださいというふうに警告をします。しかし一行はまたもやこれを拒否。この状況でキャンプします。その後ですね、これ以上危険だと判断したダムの職員は近くの警察署へ通報するんですね。ダムがとうとう放流を開始します。そして21時頃には警察が到着するんですが、この時にはもうすでに水流は勢い増していて、歩いて渡ることが困難な状況になっていました。ここで警察が拡声器を使って早く出なさいというふうに再び一行に言うんですが、一行はこの時、殴るぞ、地元民は臆病だな、田舎者はプライバシーを犯すのが趣味か、などの暴言を吐きます。この時ね、数名は車に退避したんですね。そして翌日早朝です。まだいます。ずっとおるよここに。神奈川県の全域に大雨洪水警報が発表。朝の6時頃、昨晩退避した人らが川を渡って中洲に残ってるメンバーに、さすがにやばいよと、さすがっていう文字通りですね、退避するように呼びかけるんですが、それでも移動しません。ここで彼らは脱出するきっかけを永遠に失うことになります。ちなみにこの時ですね、すでに水っていうのが膝下あたりまで迫っていたそうです。なんでまだそこにおる？いやこれ笑っちゃいけないんですけど、ほんと毎回この事件見るたびに思うんですよね。警察官が再び避難を仰ぎます。もちろん無視です。もう12時間ぐらい経ってますよ。救助隊が到着して救助を試みるんですが、水流があまりにも激しく断念します。そして10時頃にはですね、水位は腰の高さまで達していて、一行はここでようやく自分たちの置かれている状況を理解したのか、こんなことを言います。おいこら、ヘリを呼べ、早く助けろ、お前らの仕事だろ。マジかですよ。子供もいる状況で、何度も逃げてくださいと言われていたのにこの言いようです。その後の現場ではレスキュー隊が2度にわたってリードロープによる救助というのを試みるんですが、失敗に終わってしまうんですね。水深は2メートルです。ほぼ埋まりますね。一行の胸の高さぐらいまで達していて、救助隊や報道関係者の方が見守る中ですね、中洲にいた18人全員はとうとう濁流に飲み込まれ、まとめて流されてしまいました。この時1歳の子供を抱いた男性が子供を岸に投げて、別のキャンプ客がなんとか救助。流された18人のうち子供1人を含む4人はですね、運よく対岸に流れ着いたんですが、残りの13人はそのまま行方不明となってしまいます。そして翌朝、警察や消防隊、自衛隊を含む総勢340人での捜索が開始。その日の午後には川の終点の黒倉湖で2名、その後10名、その半月後には1名の遺体が発見されまして、行方不明だった13人全員の死亡が確認されました。この事故はですね、散々警告の無視の末に起きてしまって、大人の間違った判断の末、幼い子供たちの未来まで奪われる形になってしまったということです。はい、というわけでここまでが事件に関する説明なんですが、皆さんこれ聞いてどう思いましたか？この事件を聞くとね、悲惨な事故のように思われるんですけども、なぜこれが別名ドキュンの川流れと呼ばれていたのか、やはり言動だったりとか自然を舐めていたという人間が原因で起きた事故とも言えるんですよね。ちなみにこれ余談なんですけど、この事件がこう呼ばれるきっかけとして、体育に従わなかったとかもあるんですけど、救助されたメンバーのその後の対応もすごいひどかったっていうのもあるんですね。まず救助された直後ですね、メンバーの一人が救助隊に向かって、テントを回収したらちょっと返してもらっていいですかと一言、生きるか死ぬかの瀬戸際を置かれてて、なおかつ他のメンバー行方不明という状況で一言目にテント返してもらえますかっていうのは普通の人なら言えないですよね。でその現場にいた地元民の方はおにぎりを作ってくれて差し入れしたらしいんですけど、まずいっつって地面に叩きつけたっていう姿も見られたそうですね。まあ、これはちょっと真偽が微妙ですね。でちょっとこれも後日談なんですけど、何回も避難してくれって言ってるじゃないですか。ただこれを拒否したってことから、実はこの社員の生命保険目当ての保険金殺人だったんじゃないかっていう噂も広がったんですね。それほどまでに彼らの取った行動っていうのは客観的に見ても異常だったと言えるんですね。じゃあどうしたらこういった水難事故を防止できたのか、それが危険箇所の把握と的確な状況判断が何より大切なんですね。この危険箇所に関してなんですが、まず水難事故の発生場所を見ると 50% が海、そして 35% が川になってるんですね。次に用水路とかです。毎回様子見に行く人はなぜかいますよね。様子見ってどうすんねんって毎回思いますね。特にですね、転落の恐れのある場所とか藻が生えてる場所、水温の変化とか水流が激しいところは事前にしっかりと把握して避けることが必要なんですよ。頻発して水難事故が起きてる場所は立ち入り禁止っていう風になるんですけど、過去行く場所には事件が起きてないのかっていうのを調べることも大事ですよね。あと意外と見落としがちなんですけど、暴風とか落雷とかね、天
康不良ですね、あとは最初にも言いました上流で雨が降っていないかの確認というのはしっかりと行ってください。最近ではですね、子供が川に溺れるっていう事件が多発してるんで、やっぱりねライフジャケットをつけてあげるとか、大人がしっかりと責任を持って子供だけでね水遊びに行くことがないように注意してください。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。本日は実際に起きた事例から水難事故の危険性を知ってもらうための動画でした。やっぱり何よりね大前提として自然の力に人は勝つことはできないという意識をしっかりと持ってね、舐めてかかることがないようにしてください。この動画に関する皆さんの感想もお待ちしております。本日も最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。今日は覚えておいた方がいい事件というのを持ってきました。レック・ザ・チェック。全国の特別さん、こんばんは。シアの放送後タクです。さあ本日は土曜日なんですが、いつもは未解決事件なんかを紹介しておりましたが、今日はちょっと角度を変えまして、未成年のひょんないたずらで104人が負傷することになったという、なんとも変わった事件を紹介していきます。こちらリクエストがありまして、誰にでもあり得ると言いますか、っていうのも未成年、特に中学生っていうのは好奇心が旺盛ですよね。さらに集団で行動することにより集団心理が働き、時に取り返しのつかない事件や事故を起こします。皆さんも一度はヒヤッとするようなこと、大事にはならなかったけどすごく怒られた経験あるのではないかなと思います。さらに近年では SNS なども普及してて、高校生らによるバイトテロなんてのも多いですよね。しかしこういったものは一歩間違えると、どれだけ反省をしても複数本に帰らず、多額の慰謝料などが保護者などに請求されて人生を積むことになります。さらに追い打ちをかけますと、被害者もその子の人生なんか積ませたくないんですね。でもそうしないと自分たちが積むということで、致し方ないところあるんですね。今日はそんな中学生が起こしたいたずらがえらいことを巻き起こした事件を紹介していきます。詳細です。まずその事件というのがですね、1980年、こちら昭和55年に発生しました京阪電気鉄道沖石脱線事故というものです。こちら名前を聞いたら何をしでかしたかというのが分かると思うんですけど、詳しく話します。2月の20日20時59分、もう少しで9時、京阪電鉄京阪本線の枚方駅、そして御殿山の駅間にて、中学校2年生の5人組のグループがこちらいたずらで線路内に考えられないものを置きます。それが速攻用のコンクリートの蓋を置きました。これどうなったのか、なんとここを通りかかった急行電車、こちら5000系7両編成の乗客約400名を乗せた電車でした。その先頭3両がですね脱線することになりました。1番の先頭車両はですね勢いよく脱線して民家に突っ込みました。そして2両目は横転、幸いこちらの事故死者は出なかったんですが、負傷者104名の大事故となりました。たった石1枚です。でその時の写真があるんですけど、脱線していく時に車両が曲がったんですね。これ見るだけでも突っ込まれた民家の人想像したらめちゃくちゃゾッとしません？まさか駅近の物件選んで電車突っ込んでくるとは思わないじゃないですか。本当に幸い死者いなかったんですけど、いてもおかしくない事故なんですよね。ではこのいたずらをした中学生はどうなったのか、なんとですね最高裁まで行きまして、中学生グループとその保護者がですねそれぞれ840万円の賠償金を支払うことになりました。これ聞いてわかると思うんですけど、圧倒的に損害額より安いんですよ。損害額っていうのが実はこの時4億円以上超えてました。もう計算するの疲れるってぐらいまで損害がありました。で報道では残りは保険でカバーされたらしいんですが、昔の事件なんであまり載ってないんですけど、怪我した人への賠償金、鉄道会社の方に行って中学生の方に行ったのかとか結構複雑だったらしいんですけど、いろいろこの中学生というところも含めて1人当たり840万円となったそうなんですね。あとこれね、怪我人で済んだら良かったっていうのもあって、もしこの時死者が出てたらどうなってたのか、こちら往来を妨害する罪なんですけど、これで死者が出ると死刑または無期懲役となっております。未成年なんでこの時そうだったらどうなってたかっていうのが分からないですけど、それだけ重たい罪であるということなんですね。でこちらなんで誰にでもあり得ると言ったのか、最近5月にもこの線路内の置き石による脱線事故というのが発生してます。この時の犯人誰だったのか、なんと10歳の男の子なんですよ。日頃からこういうことをやってて、石を1個ずつ増やして置いてったらどうなるのかっていうのを実験で置いたって言ってるそうなんですよ。このように悪気全くない子供っていうのを含めて、線路っていうのは街中に普通にあって子供には危険な場所だということですね。何があっても線路に侵入する、非常停止ボタンを押してみるとかいうね、いたずらは絶対にしてはいけない。そしてまだわからない子供にもこれはダメだよと言っていかないといけないということです。はい、というわけで今日は以上です。実際この時数億円の支払いだったっていうのを考えるとゾッとしますよね。本当どうなるのかっていうのを想像できないというパターンがあるそうですからね、皆さん気をつけてください。はい、というわけで動画の感想をお待ちしております。おやすみなさい。怖いだ怖いだ。今考えるとこの時期に半袖短パンだった小学校の友達怖いですよね。申し遅れました、私稲荷の外川万事と申します。以後お見知りおきを。さあ本日は何でもってその子を A さんとした時のオカルト会だ。心霊現象として騒動になった事件などを重点的に紹介していきますよね。学生の時の友達の実家が5億円でした。逆に怖いですよね。全国の匿名さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。明けおめ。さあ本日はちょっと事件系とオカルト系が合わさったゴジータみたいな企画ですね。それがちょっと以前からもリクエストはあったんですけど、事故物件や実際に幽霊によって引き起こされた騒動などですね、これで僕がね怖いなと思ったものを紹介していこうかなと思います。まず皆さん、事故物件とかって住んだことありますか？以前動画で事故物件の特徴とか事故物件に住んだリスナーさんの話とか取り上げたんですけど、ちなみにこの時に僕の顔に除霊効果があるってことが判明しました。さらにちなみにこの時に
体温計発言で炎上しました。意味がわからないですよね。全然関係ないのになんであの話したのか僕もさっぱりです。気になる方はこれも概要欄からチェックお願いします。まあ主にその事故物件っていうのは、以前この家のこの部屋のどこどこで殺人事件が起きていたとか、この建物の共用部で何らかの事件が起きて死者が出ている物件なんかを指しますよね。これ実は明確な基準っていうのはなくて、まあどの場所も寿命でお亡くなりになったりする人がいるってことありますよね。で、元々は事故という言い方をせずに、いわくつき物件、まあ何らかの理由ですよね。そういった理由がある物件なんて呼ばれてましたけど、この事故物件っていうのを世に広めたのは、そう皆さんご存知、大島優子さんのいとこでも何でもない大島てるさんという方ですよね。まあ今事故物件マップみたいなのすごい流行ってますよね。あの僕開いてみたら自分の顔に火が3つぐらいついてましたけど、その数々の事故物件を紹介してるあの方もですね、おそらくここが日本一だろうっていう物件があるんですよ。これね、いろんな雑誌とか本とかにも取り上げられた物件なんですけど、まずそこの概要についてざっくりとお話しします。皆さん心して聞いてください。その建物というのが東京都の A 区にある3階建てのマンションなんですけど、なんとここですね、全ての階で4年の間に殺人事件が起きてるっていうとんでもない物件なんですよ。呪怨の家みたいな感じですよね。さらに不気味なのが、立地自体はどこにでもある大きな通りに面した建物なんですよ。逆にリアルですよね。ちょっと詳細話しますね。まず2006年3階、まずこの建物の3階部分っていうのが建設会社の社員寮として使われてたんですけど、ここで同僚とお酒を飲んでて口論になった57歳男性が相手の頭を瓶で殴って死亡させるという事件があったんですよ。これが3階です。お次にその3年後の2009年、屋上、建物の屋上の踊り場にて、先ほどの会社の寮に住んでいた別の従業員が首を吊って亡くなるっていうことがありました。で、これすごく不気味で、実はこの亡くなった方っていうのが身元が全く不明なんですよ。この方の身内とかもまだ見つかってないという状態みたいで、心当たりのある方は何々かまでご連絡くださいという状態になってるみたいですね。お次が2010年1階、はい、この1階には大家さんが住んでまして、ちょっと職業は伏せるんですけど、自宅兼職場として住んでたんですね。しかし2010年、刃物のようなもので刺された跡を残して亡くなっているのが見つかります。で、この犯人というのが事件から行方が分からなくなっていた元夫だったんですよ。なんでそう分かったかっていうと、この事件が起きて失踪するまではこの元夫っていうのが2階に住んでたみたいなんですね。ただこの事件完全な真相まで分かってないんですよ。それがなぜかというと、この元夫埼玉で遺体となって発見されてるんですよ。警察はこれを自殺と断定して、まあ、要はこの一連の事件が被疑者死亡で終了してるんですけど、これで屋上3階2階1階全ての住人が亡くなったという物件になったんですね。で、まあ推測では身元不明の従業員の方とかもそうなんですけど、暴力団とかの出入りがあったんじゃないかとも噂されてますね。その元夫もそれで何かしらの金銭トラブルを起こしてしまったとかね。ただやっぱりその理由は違えど、同じ物件でこれだけの事件が起きるって偶然だとしたら相当な確率だろうと思っちゃいますよね。ここ住めます？さすがに事件の内容がないようなだけあって恐ろしいですよね。まあ、さらに冒頭にもちょっと言ったんですけど、特に歴史的に何か元々あったっていう場所とかじゃないみたいなんですよ。なのでもしかしたらそこの土地ですよね。そもそもその場所には建物を建てちゃいけなかったみたいなパターンかもしれません。で、まあこれ今マンションって言いましたけど、店舗とか部屋の数とかでアパートマンション団地ってまあ呼び方が変わったりするみたいでして、その明確な基準の話とかをするとね、ちょっと長くなるんで割愛しますけど、あの YouTuber と動画配信者の違いみたいな感じですね。で、この立地とか土地に関しては今はね、しっかりその土地に何も埋まってないんかとかをね確認したりとかしてから建てるんですけど、まあ昔はその調査せずに無理やり建てちゃったりとか、掘ってみた時に実際に何か良くないものが出てきたけど、触れると工事長引いて面倒だから何もせずに建設しちゃおうみたいなこともあったみたいなんですよ。ただまあそこに人骨とかだったら話別ですけど、実際その呪いとか幽霊って非科学的なものでして、それで事件を立証することってすごい難しいじゃないですか。でもやっぱり団地とかでもピンポイントで出る部屋とかあるみたいなんですよ。次にね、そんなお話をちょっとするんですけど、実は僕らの家族ですね、あの部屋ちょっとやばいよっていう団地に住んでたことがあったんですよ。っていうのもその場所が 2LDK ぐらいある綺麗な団地だったんですけど、全部屋ね、もう家賃が安くて常に満室、一部屋空いてもすぐ抽選で何百人の中から住む方を決めるみたいなところだったんですよ。もうそれくらいものすごい人気な場所だったんですね。その中でもある棟の1階の部屋だけ異常に人の出入りが激しいっていう部屋があったんですよ。で、なんとなくあの母が応募してたら当選したんですよ。運がいいのか悪いのかですよね。で、あのそこ実際住んだんですけど、まず僕の部屋の日当たりっていうのが最悪でして、ほとんど日が入らないで湿度が最悪なんですよ。常に置物とか壁とかがびっちょびちょなんですよ。で、あの一度除湿剤ってあるんですけど、であれ一部屋に1個置けるやつ、これ4個入りだったんですけど、その4つを全部自分の部屋に置いたら1日経たずに全部水になったってことがあったんですよ。あかんよこの部屋言うて、湿度が高すぎるんですよ。木製の手作りのベッド買っても
もらったんですけど、3ヶ月ぐらいで真ん中から木が腐って割れたりとか、時計なんか買った時にはびしょびしょになって裏の電池がすぐ錆びて止まったりして、これ住めんね言うてて、あ、もしかしたらこういったのが心霊現象とか思われてしまうのかなってちょっと思いましたね。ただやっぱそれだけじゃなくて、霊って水回りに集まるとかよく言うじゃないですか。僕自身その家で人生初めての金縛りに遭ってたりとか、何かを見るってことは全くなかったんですけど、金縛りに遭うと天井がまあ砂だったんですけど、フローリングにパリパリってこう落ちてくる音が聞こえて、朝起きるとフローリング汚れてるみたいなことあったんですよ。ちなみにここに前住んでた家族ってのが弟の同級生の家族だったみたいなんですけど、リビングの冷蔵庫を置くところあるんですけど、そこの横で全く知らないおじいちゃんが正座して座ってるっていうのを何回も見たみたいで、でそこでは見たことないけど、僕の部屋って誰が使ってたのかっていうのを聞いたら、あの部屋は物置にしてたっつってました。超えてくんなよ。まあその特に気にせず住んでたんで、もしかしたらそこで除霊効果付与されたという可能性もあるんですけど、こういった団地で実際にそういった幽霊騒動が起きて騒ぎになったという事件があるんですよ。最後にこれも紹介します。岐阜県幽霊団地騒動。はい、こちらですね、岐阜県のとある町営団地で勝手に電化製品が動くとか、ベランダに知らない人がいたとか、そういった霊的な報告がいろんな階の方から続出して、地元の新聞に幽霊団地として掲載された場所があるんですよ。さらにこれを見たテレビが取り上げて、お昼のワイドショーとかにもなって、全国から観光客、そして私が除霊しましょうっていうね、霊能力者が殺到して、この団地っていうのが一時お祭り騒ぎになったという怪奇事件があったんですね。ことの経緯を話しますと、まず建設されたのが1998年頃でして、建物は4階建てでして、心霊報告はその1年後から始まります。まだ築1年の有料物件ですよ。まず4階の住人から、上から足音がすごいと、天井を子供が走り回る音がするっていうね報告があるんですよ。上誰もいないですよ、もうやめてみたいな報告ですよね。まあその時はね、何言ってんすか、上誰もいないですよつって対応してたんですけど、そういった噂が別の住人にも回ったのか、築2年が経った頃ですね、次はドライヤーが勝手に動く、水が勝手に出る、中でも多かったのが知らない女が部屋に立ってるっていう報告。もうがっつり心霊現象ってのが報告され始めるんですよ。ここで住人の中には実家に避難するって方も出てきて、もう町総出で施工業者に調査してもらったりとかするんですけど、原因が分かんないんですね。結局ですね、まあ祈祷師とか霊媒師を呼ぶことになるんですよ。するとその方が、この団地の広場の真ん中で女が首を吊って死んだと、その魂が供養されてないそのたたりだって言い出したんですよ。これにて報道番組が取り上げ始めまして、住人が勝手に慰霊碑を広場に建てたんですけど、勝手に建てないでくださいって秒で撤去されたっていうね、ちょっとこっちかめみたいな話もあったんですけど、結果これどうなったか、有名な霊能力者が来てお祓いをして現象は収まったということで終了したんですけど、でもこういった非科学的なものをテレビが名指しで報道したことで二次被害っていうのがすごかったんですよ。まあ、ちょっと想像するとわかるんですけど、夜中普通に住んでるところに肝試しに来るっていう騒音もそうなんですけど、偽霊能者が住民を詐欺で騙して高額な除霊費用を踏んだくるっていうね、そっちの方が怖いよっていう事件が起きたんですよ。なのでおそらく地上波で現在進行形で起きてる物件とかを紹介したりできないのはこの事件の戒め規定じゃないかと言われてますね。普通に住んでたらたまんないですからね。で、後日談なんですけど、この事件実際は何だったのかみたいな、そのスピンオフの検証番組とかも結構あったみたいで、そこで判明したのが、住民から女の霊を見たっていう報告がたくさん来てるよって言ったじゃないですか。あれ、そのほとんどがたっ一人のオカルト好き住人からの通報だったってことが分かったんですよ。実際ここに住んでるほとんどの方は音がうるさいっていうことを苦情として出してただけみたいでして、それを女性の霊を見ましたっていう報告をしたってことはなかったみたいなんですね。ただその除霊後にそういった現象は止んだっていうところでも、もしかしたらこの女性だけには何か見えていたっていう可能性はありますよね。この事件いずれも真相は分かっていないということです。はい、とまあちょっと最後に社会現象までになった心霊のお話しましたけども、僕も何回も言うんですけど、その見たことがないんで好きだけど信じられないですよね。こういった方が多いんじゃないかなと思うんですよ。なのでぶっちゃけその僕が見たなら本当にいると思ってほしいぐらい僕は信じてないんですよ。だから今結構自己物件系 YouTuber ってのが多いじゃないですか。いやあれすごいね。まあおこがましいんですけど、ぜひ呼んでいただきたいんですよ。多分誰も呼んでくれないと思います。ちょっと皮肉みたいになりましたけど、マックス村井さんは呼んでくれました。ぜひ皆さんの霊の存在とかどう思うのかっていうのをコメント欄でよろしくお願いします。はい、と今日は以上でございます。最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。さあ今日なんですけど、こんな DM です。タックさん、こんにちは。こんばんは。最近理科の実験室の動画拝見しました。ありがとうございます。学校でのトピックは自分の過去を思い出せるのでとても好きです。そこでふと給食室で並んでる時に前の男の子に味噌汁ぶっかけられて大やけどした記憶を思い出しました。どんな男やねんこいつ。この給食は学校で作ってるところがほとんどだと思っており、事故も多いんじゃないでしょうか。特に印象的なのが食中毒の事故とかです。他にもタックさんの方で学校の給食室で起きた事故あれば紹介してください。同学お願いしますということなんですけど、
ど、こちらリクエストありがとうございます。学校給食での食中毒ってね、稀にニュースになりますよね。ちなみに皆さん給食何が一番好きでした？最近なんか揚げパンが1位だみたいなありましたけど、僕はパサパサナポリタン大好きでしたね。あれ食べたくなりますよね。じゃあ実際どれぐらい起きてるのかっていうね、文部科学省の調査を見たんですけど、令和3年では3件だったんですよ。あれって全然ないじゃんと思いがちなんですけど、そうですね、優勝者の数が1975人とめちゃくちゃ多いわけですよ。一度の調理で何百人揃って食中毒が起きてしまうということがあるんですね。一撃が超重めです。学校で何か起きると集団食中毒につながってしまうということで、こういった数字になるんですけど、今回調べてみたら給食関係の事故イコール食中毒ってわけでもなくて、給食室での事故結構あったんで、今日はですねこういった事故事件をピックアップして、後半では過去に児童の方が犠牲になってしまった事故、こちらも合わせて紹介していきます。じゃあ早速なんですけど、去年の8月広島市の保育園に勤務する調理員の女性がですね、給食室から油とか野菜のクズが下水道に流れるのを防ぐグリストラップってあるんですけど、これ飲食店で働いたことある方だったら知ってる方多いと思うんですけど、このグリストラップっていうところに頭から転落した状態で発見されるという事件ありました。別の職員がすぐに通報して病院に搬送されたんですけど、約2時間後に亡くなっています。この現場検証を行われて、グリストラップの清掃中に足を滑らせて誤って転落したということで、事件性はないと判断されて、広島市は再発防止のため危険を伴う作業は行わない、清掃は複数の職員で行うと、そういったことを全保育園に周知徹底させるという対応を取りました。このグリストラップね、僕も清掃したことあるんですけど、結構汚いので足とかねつかないように無理な体勢とかで行っちゃうことが多いんですよね。それが事故につながったんじゃないかと思われています。次もこちらも去年の11月なんですけど、兵庫県の小学校で給食室に県教育委員会の女性職員62歳が運転する乗用車が突っ込んだってもので、何しとんねんって感じなんですけど、別に給食に恨みがあったとかじゃなくて、駐車場に車を止めようとしたところ踏み間違えて突っ込んだんですね。たまにニュースになるんですけど、この時幸いにも給食室に人がいなかったんで怪我はなかったんですけど、運転していた女性が少し怪我をしたというものですね。これはたまたま突っ込んだ場所が給食室だったっていう話なんでちょっと違うんですけど、次がですね、2022年の11月、静岡県の小学校の給食室で調理中だった3人が一酸化炭素中毒で病院に運ばれたという事件ありました。この原因が調理鍋に繋がってる配管からのガス漏れだったんですよ。めっちゃ怖くないこれ。病院に運ばれた3名は軽傷で、児童職員には影響なかったんですけど、これもし何かに引火してたら最悪の事態でしたね。これはヒヤリとする事件でした。次に去年の9月ですね、新潟県の小学校で給食を食べた児童が腹痛を訴えて救急搬送されたというもので、原因がこの児童のアレルギー物質であった乳製品が給食に含まれていたというものなんですけど、これなんでこんなことになってしまったのかというと、思い込みと確認不足とかやつで、今回の学校では栄養教諭って方がですね、学校の献立とか生徒の食習慣アレルギーなんかを管理する人がいるんですけど、この献立を作ってる時に冷凍のクリームコーン、この冷凍クリームコーンには乳製品って使用されてないよねって思い込んで、配合成分表とか別に取り寄せずに発注したんですよ。その後届いた後にですね、原材料の確認していれば防げたんですけど、それも見落として配合成分表受け取ってないんですけど、リストの確認済みにチェック入れたんですね。児童が腹痛を訴えた時もアレルギーだっていう風にはすぐ気づけなくて、救急搬送も遅れて、ただ幸い命には別状なかったんですけど、 PTSD によって給食がもう食べられないと、そういった学校生活に支障が出てるということです。これで学校側がですね、謝罪を出して再発防止に取り組んでるということがあったんですけど、近年こういろんな形でね、給食関連での事故っていうのが起きてるんですけど、このアレルギー問題なんですけど、これちょっと古いデータにはなるんですけど、日本スポーツ振興センター JSC さんってとこで調査では、2014年から2016年度での学校給食におけるアレルギー事故っていうのが年間で600件以上と結構起こってるんですよ。途中でアレルギーになったっていうのもね、もちろんあると思うんですけど、実際この数なんで文部科学省はアレルギー症状の原因となる食物っていうのを完全除去するしかないんじゃないかっていうのを原則としていて、例えばある学校に卵アレルギーの生徒が1人いたとして、ただこの生徒は卵を2つまでならアレルギー症状が出ないんで大丈夫ですよと医師から診断されていたとしてもですよ、生徒全員に卵を含んだ給食を提供しないか、もしくは生徒全員に等しく提供するかのどっちかにしてねってことなんですけど、後者の場合はもちろんアレルギーを持つ生徒には提供せずに両親がお弁当を持たせたりとか、学校によってはね、それが抜かれた給食が出るとか、対応は様々なんですけど、っていうのもですね、いつ混入するかわからないという話で、学校給食ってのは何百人分を1回で調理するんで、アレルギーが管理できたとしても、じゃあこの子がそのアレルギー物質をどれぐらいまで食べられるかとか、そういった細かいところの管理まではしきれないっていうのが現状で、逆にそういう細かいことをやってると人為的なミスが起きてしまったりとか、そういった理由があります。仮にこれ全部把握できてたとしても、食べた後すぐに運動すると発症するってことがあって、多分ね、僕これあったんですよね。昔言ったんですけど、ちくわの磯辺揚げを食べて、その後体育だったんですけど、走ってたら全身じんましんが出て、ちくわはオッケー、青のりもいけたんですけど、ちくわの磯辺揚げになるとね、アレルギーになったんですよね。だから今もね、できるだけ食べないようにしてるんですけど、ただこれしかも運動した時に植物依存性運動誘発アナフィラキシーっていう症状があって、これ重症化しやすいし、防ぎようがないんで、これぐらいだったらいけるだろうみたいな、そういった中途半端な量が提供できないということなんですよ。もちろん例で出したね、卵なんかの代表的なアレルギー物質っていうのは、学校側も目を光らして管理はしてるんですけど、醤油とか味噌とかの調味料、これに関してアレルギー持ってる人ってのは少ないんですけど、調味料ってのは基本になってくるんで、学校もねそこまで全てを把握するってのは難しいと思うんでね、各ご家庭で把握するしかないですよね。じゃあちょっと話を戻して、給食関連の死亡事故をいくつか紹介するんですけど、国内で起きた
たものでいくと給食室爆発死傷事故ってもの、これが2015年の9月、青森県の黒石市の小学校の給食室で爆発が起きました。臨時調理員の女性が爆破の衝撃によって倒れてきた業務用冷蔵庫の下敷きになって亡くなって、他児童ら7人が重軽傷を負ったという事故なんですけど、この爆破の原因も給食室地下の水道管が実は破損してて、そっから漏れ出した水でガス管に穴が開いててガス漏れが起こってるっていうね、結構変わった状況だったんですよ。この状況でまあ分かんないんで害虫駆除作業やってて、でその駆除方法っていうのが、火をつけたら煙が出るタイプの殺虫剤を床下に設置して害虫を一網打尽にしましょうみたいなバルサン的なやつなんですけど、ガス漏れしてるなんて思いもしないんで殺虫剤に火をつけたら引火して爆発したんですね。結果これ裁判では市側が点検を怠っていたっていうことで、被害者遺族が市にですね合計9200万円ぐらいの損害賠償請求を求めたんですけど、7年越しの2022年に決着ついて、市が被害者遺族に謝罪、そして約5900万円を支払うという形で和解が成立してます。ただ日本の衛生環境って非常にいいですから、海外では結構食中毒の事件起きてて、2013年ですね、インド東部ビハール州の学校で給食を食べた児童50名が相次いで吐き気などを起こして、最終的に23名が亡くなったというもので、この給食を分析したら殺虫剤の成分入ってたんですよ。この後の調査で殺虫剤の出所が調理に使う油だったんですね。これに混入していた状態で調理をしていたってことが判明して、油から変な匂いするよっつって言ってたんですけど、ただ校長いや大丈夫でしょっつって調理にそのまま作ってくださいって指示してたんですよね。この後児童の死が明らかになったんですけど、校長逃げてどこ行ったか分かんないですよ。地元警察が校長の捜索開始して、8日後に出頭しようとしていたところを地元警察が確保して殺人容疑で逮捕されました。裁判では禁錮17年、加えて37万5000ルピーですね、まあ、日本円でいうと57万円の支払いを命じられています。日本でも最近女性教員がですね給食に漂白剤入れて逮捕されたって事件ありましたよね。これも一瞬に気づいて未遂で終わってるんですけど、いやこれする人怖いですよね。もしねこの時も気づかずに食べてたらと思うとゾッとしますよね。他にもこれインドの話なんですけど、インドのウッタルプラデーシュっていうところあるんですけど、小学校で3歳の女児が調理中の鍋に落ちて亡くなったという事故がありました。日本では、ね、まず考えられないですけど、インドの学校ってそもそも給食室みたいな密室で調理できる空間って少ないんですよ。なので基本外での調理っていうのが多いんですけど、今回事故が起こった学校でも外での調理だったんですけど、その周りで遊んでいた女の子がそばにあった建築資材につまずいて、その勢いのまま煮えたぎって鍋の中に落ちたんですよね。ただこれ近くに調理員いたはずなんですけど、女の子が近くで鍋に落ちたら絶対気づくじゃないですか。ただこの調理員音楽聴きながら調理してたんですよ、イヤホンで。で気づかずに他の子たちが逃げたところ気づいたんですけど、なぜかこの調理員も逃げてるんですよ。逃げまくりじゃないですかこれ。でその後駆けつけた他の調理員と教師がですね、女の子を鍋から救い出して近くの病院連れてったんですけど、全身に 80% の火傷を負ってそのまま亡くなりました。結果は調理員6名が全員ですね実はイヤホンつけて作ってたよってことも判明して、6人の身柄が拘束されて不注意によるものだということで今訴えを起こしてるという途中なんですけど、鍋の転落事故って結構インドでは2019年にも起こってて、鍋が大きいってのはあるんですかね。あのパーティーでシチュー作っていた家族がいたんですけど、そこで遊んでいた男の子が蓋を動かそうとしてそのまま落ちて亡くなってます。でそのわずか5日後ですかね、アンドラプラデシュ州ってところで学校なんですけど、6歳の男の子が昼休み開始した瞬間に食堂に駆け込んだんですけど、直径 1.2 メーターの大きな鍋に転落して亡くなっています。だからやっぱ給食室ってのは入っちゃいけないですよって言われてるんですけど、やっぱ火とか刃物とか使うんでね危険なんですよね。なかなかね日本では起きづらい事故だと思うんですけど、子供ってほんと目を離すと危ないよねっていう話ですよね。はい、ということで今日は給食関係で起こった事例紹介したんですけど、給食関係で皆さんありましたかね。僕ら一回小学生の時に給食室から火が出たっつってね避難しましたね。避難訓練のね後ぐらいだったんで結構みんなスムーズに逃げてましたけど、まあ大事には至らなかったですけどね。一回だけあれ経験したことありますね。めっちゃ怖かったわ。ただそんなとこないのがほとんどというか、給食調理の人っていうのはプロフェッショナルの方集まってますからね。ぜひ皆さん好きだった給食とか苦手だった給食あれば教えてください。今日は以上、最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。子供で思い出したんですけど、最近サバイバルファミリーっていう映画を見たんですけど、普通に泣いたんでおすすめです。何か大切なものに気づかされます。当たり前じゃねえからなみたいな作品です。全国の特命さんこんばんは、深夜の放送部ことタッカです。よろしくお願いします。さあ今日はリスニーさんからこんな DM 来てました。どんな DM だい。タカさんこんにちは。こんにちは。最近ネパールで起きた飛行機事故ご存知でしょうか。墜落によって68名の命が奪われた事故なのですが、飛行機って本当に安全なんでしょうか。かなりの頻度で墜落してる気がしていて、乗ることがまだできていません。過去にも悲惨な飛行機事故数多く存在してると思います。これらはどういった理由で墜落したのでしょうか、紹介してくださいということなんですけど、こちらありがとうございます。飛行機事故っていうのは墜落すると全世界で報道されますから、その報道のインパクトとかによって乗車すると落ちてしまうんじゃないかとちょっと不安になる人も多いと思うんですけど、こちらの飛行機実際世界一安全な乗り物と言われております。はい、世界一です。2019年、国際航空運送協会 IATA ってあるんですけど、この年の100万回のフライトあたりの事故発生率っていうのが 1.13 っていう数字が出たんですよ。これは世界中合わせてるんですけど、だから仕事で週1回1往復して毎週2回乗ってる方、年間で104回くらい乗ってる人の場合でも事故に遭う確率って1万800年に1回ぐらいなんですよ。だから今から1万年前って縄文時代ぐらい
ぐらいなんで、もう絶対生きてません。寿命の方が先に来ますね。しかもじゃあ一回絶対合うのかと言われるとそうじゃなくて、319個のボールの中に1個だけ当たりがあって、でハズレを引いてしまったらまた戻すと。これを1000回ぐらい繰り返しても当たらないことって普通にありますよね。パチンカーはその過酷さを知ってると思います。なので厳密には1万回に1回あるかないかぐらい、それぐらい事故に遭う確率というのは低いとされています。ただ絶対はこのように絶対存在してないんで、過去には様々な動機が重なり悲惨な飛行機事故というのが起こっています。いろんな理由別に紹介していこうかなと思うんですけど、まず DM にもあったネパールの墜落事故なんですけど、これが今年の1月ですね、午前11時頃、ヒマラヤ山脈の麓にあるネパール中部の観光地の近郊にて、乗客乗員72名を乗せて首都カトマンズというところから中部のポカラに向かっていたイエティ航空691便が墜落し、68名が亡くなったというものでして、到着予定だったポカラはカトマンズから西におよそ200キロぐらいに位置する都市で、フライト時間は30分ぐらいと比較的近い距離にあったんですよ。さらにこの事故当時というのは視界は良好、天候には問題なし、加えて空港の管制官は着陸前に滑走路を3番から1番に変更してますという連絡も承認していて、通信状態も良くて1番と3番どちらも使える状態と、着陸の準備というのは万全にできていたんですけど、この機体空港に向かいながら大きく旋回、離陸体制に入ると激しく傾き、建物の上を降下し始め、炎と煙を放ちながら墜落。乗客の悲痛な叫び声が聞こえる中、空港から3キロ離れたセティ川近くの渓谷に激突し大破しました。事故後機体の破片も散乱して悲惨な光景が報道されたんですけど、さらにこの国っていうのがヒマラヤ山脈の観光で多くの人が訪れる人気の観光地でもあって、最近コロナもあって大きく減少していたんですけど、少し収まったということで国内外から登山客も戻り始めてたんですよ。そんな中で起こってしまった今回の事故なんですけど、ただ実はですね、この場所コロナ前からも結構同じような事故が起きてるんですよ。ざっと直近だけを紹介すると、まず去年ですね、5月、22名を乗せた民間の航空会社タラエラというところが運航していた小型旅客機が、このまたポカラを離陸後ですね、消息を絶って、その後墜落、22名全員が亡くなったと報道されました。さらに2018年9月にも7名を乗せたヘリコプターがタプレジュン地区というところの山の中腹に墜落。この時日本人の方も乗っておりまして、神奈川県大学の山岳部の OB らで結成された学士山岳会の登山隊メンバーだった67歳の日本人男性1人を含む6名が亡くなりました。さらに2016年2月、先ほどと同じタラエラの小型旅客機がポカラを離陸後山間部に墜落、乗っていた23名全員が死亡しています。1992年以降に起きたこれらに類似した事故を全て合わせると、過去30年間で700人以上が墜落死によって亡くなっていることが判明してるんですよ。じゃあなんでこんな同じような事故が起きてるのか、実はこの場所というのに原因があって、この国っていうのがまず山に囲まれてる内陸国で、そもそも陸地で移動するっていう選択肢があまりなくて飛行機が多いんですけど、ただ気流が不安定で天候も非常に変わりやすい、あとは不安定な気候とか強風の影響、空港の多くが山あいにあるということで、操縦士から見た滑走路っていうのが非常に見えにくかったりするんですね。日本だと長野県の松本空港というところ、国内で最も標高が高くて山に囲まれた立地にあるっていう理由から日本一着陸が難しい空港だと言われてます。こういった空港がこの場所にはたくさんあるんですよね。なので一概にパイロットのせいだとも言えなくて、そもそもあまり空港に適してなかったんじゃないかとまで言われてます。なのであんまりないと思うんですけど、ネパールで航空機を使った交通手段を利用するときはですね、安易に値段だけで決めるのは結構タブーで、天候、季節、航空会社の評判とか、こういったことを考慮した上で慎重に選んだ方がいいということです。いや、めちゃくちゃ怖いですよね。あんま行く機会がまずないと思うんですけど、次はちょっと変わった理由というか、なんでそんなことになってしまったんだという話なんですけど、2つ目が自動操縦ではなく自動操縦によって墜落したアイルフロート航空593便墜落事故。これが1994年の3月、乗員乗客75名を乗せたロシアのアイルフロート航空593便がモスクワのチェレメーチェボ国際空港を離陸して、香港のカイタック空港というところに向かう途中、シベリアの森の中に墜落して75名全員が死亡したというもの。この日この便のコックピットには機長と副操縦士いまして、乗客にはこの自社便に乗って移動していた非番の操縦士とその機長の息子16代のエルダー君と12歳の娘ヤナちゃんの2人も乗っていたんですね。そんな中出発した今回のフライトなんですけど、生まれて初めての海外旅行だった子供たち、初めて乗る飛行機にテンション上がっていまして、その様子を見ていた非番の操縦士さんが、お父さんがいるコックピットの中を見学しようかっつって気を利かせて2人を中に入れたんですね。この時点でですね、合計5名が在室していたんですけど、もちろんこういった操縦室なんか入れてもらえることめったにないんですけど、自分の子供たちだからいいだろうということで入れたんですけど、ここで機長がですね、規則を破って娘と息子を操縦席に座らせて操縦させたんですよ。っていうのも、まあその機体っていうのが自動操縦システムが作動していたんで、みんな大丈夫だろうと思って乗せていたんですけど、機長はエルダー君に操縦桿も握ってみろと、でもボタンは絶対触るなよと、特にこの自動操縦スイッチは絶対ダメだよと言って、そこから操縦桿を握らせるんですけど、自動操縦がついてるので操作はできないと思われてたんですよ。ただこの時最悪の出来事起きます。このエルダー君操縦した時に自動操縦を解除する隠しコマンドを作動させてしまったんですよ。でもこのコマンドがですね、操縦桿を30秒以上傾けると補助力の自動制御が解除されるというものでして、これを誰も知らなかったというのが問題なんですけど、これによって機体がですね少し右に傾いたんですね。すぐにエルダー君、なんで傾いてんのって問いかけるんですけど、この異変に気づいたのはエルダー君だけだったんですよ。機長と副機長は、いや自動操縦だしなと首をかしげて、全くこの状況をつかめていませんでした。ただ何か合図があったのかというとなくて、自動操縦が解除されても警報とかならず、シートベルトのランプレベルで小さいランプだけが点灯するというタイプで、補助力以外は自動操縦効いていたんで特に
揺れもなくて誰一人気づかなかったんですね。この時の会話もですね、戻らないか、ああ待機ゾーンに入ったのかな、そのようですね、旋回待機ですかね、そうかな、まあ、そうですよつって危機感は1ミリもありませんでした。ただこう喋ってる間にも機体がもう毎秒1度ずつ傾き始めていたんですよ。傾き45度を超えたんですけど、一瞬で90度近くまで傾いて落下したと見られています。この時にはもう制御不能ですね。なんでかっていうと、一度傾いてバランスを崩すとこの時はジェットコースターの 2.5 倍に相当する重力加速度が生じていたんですよ。なので機長たちはもう身動きが取れない、かなり強い G がかかっていました。そんな中なんとか操縦桿を取って目いっぱい上げようとしたんですけど、すでに高度は足りず制御不能、そして機体はスピンしながら急降下、標高 400m の山地に突っ込む形で激突しました。このようにですね、人的ミスで招いてしまった大規模事故であることも判明したんですね。この原因っていうのがね、子供に操縦させたから、それ以外の何者でもないんですけど、この隠しコマンドを操縦士たちが知らなかったという話もあるんですね。もし知っていたら絶対に操縦桿は触らせなかっただろうと言われています。まあ、もちろんですけど、この後自動操縦桿の説明というのは徹底されて、緊急時の操縦訓練というのも行われました。現在これ安全対策の一つとして、飛行中いかなる理由があっても使用でに乗客がコックピットに入るということはできなくなってます。本来できないものなんですけどね。じゃあお次はですね、日本でも起きたものなんですけど、日航ジャンボ機墜落事故。これが1985年の8月、乗員乗客524名を乗せた日本航空123便が群馬県上野村にある御巣鷹山の山中に墜落して、生存者4名を除く520名が犠牲になった事故で、この犠牲者の中には阪神タイガース球団社長の中野はじむさん、ハウス職員工業当時社長の浦上郁夫さん、また歌手のですね坂本九さん、元宝塚劇団で女優として活躍されていた北原陽子さん、もうこういった著名人の方も乗っておられました。ざっくりこの概要なんですけど、この旅客機ですね、当時ほぼ完璧な飛行記録を持っていました。ただ午後6時12分頃、羽田空港から伊丹空港に向かって離陸しました。フライト時間も54分間で短かったんですけど、離陸してからわずか12分後、24,000フィート、およそ7,300メーターに達した時に、機体後部にある機内に一定の圧力を加えていく設備、圧力隔壁というのがあるんですけど、ここが破裂音とともに爆発します。そしてこの壁が壊れたことで、与圧されていた空気は勢いよく流れ込んで、運航管理のために使用されている電子機器、機体後部のテールコーンを全て引き裂きました。さらには小型のタービンエンジンも垂直尾翼ですね、羽の内についている羽を動かす方向舵のラダーっていうのも破損して、操縦に必要な翼を動かすための油圧装置っていうのも全て切断されたんですね。もはや紙飛行機と同じような状態になります。機長がもう終わりだと叫んだ数分後、東京の北西約62マイル100キロ地点に位置する御巣鷹山に激突しました。かなり悲惨な事故だったんですけど、この調査報告書で、そもそも原因だった一番最初に破損した圧力隔壁なんですけど、原因がですね、7年前にボーイング社が行った修理作業の際にですね、この時重大な修理ミスがあったとされています。7年前の修理で墜落するというのが考えただけでも恐ろしいですよね。ちょっと最後にこんな理由もあるのかっていう話なんですけど、英語が理解できずに飛行機同士がぶつかったっていうね、ニューデリー空中衝突事故っていうのがあるんですけど、これが1996年の11月、インド首都のニューデリー 70km の上空で312名を乗せたサウジアラビア航空763便と37名を乗せたカザフスタン航空1907便が上空で衝突して、合わせて349名全員が亡くなってしまったっていうもので、この日この2つがですね、同じ管制官と交渉を取っていたんですよ。そこはガンディ国際空港というところなんですけど、夕方の6時32分、まず初めにサウジアラビア側が離陸しまして、離陸後標高は 4250m までの上昇を指示されて、上昇後はその高度での高度維持を指示されました。指示通りですね、その高度で上空待機して次の指示を待っていたんですけど、一方でカザフスタン航空の機体は着陸しようとしていたんですよ。だから上から下に向けて走っていたんですけど、管制官は1万4000フィートで待機している機体の頭上をカザフスタン航空の1907便が超えてから上昇させようとしていたんで、それと両機長と副操縦士に伝えたんですけど、英語が苦手だったんですよ。この指示をですね、高度1万5000フィートに763便が上空待機してるから、高度1万4000フィートまで降下せよって言ったよねっつって、普通に勘違いして逆を言っちゃったんですね。この結果空中で衝突しました。さらに加えて両機とも空中衝突防止装置ってのがあるんですけど、それがついてなくて、これが今はねほとんどついてるんですけど、アメリカでは段階的に装備が義務化されていたんですよ。この事故をきっかけに他国でも義務化されるようになったんですけど、結果全員が死亡するという事故につながっています。はい、というわけで今日はですね、飛行機事故いろいろ紹介したんですけど、またやはりこんなん聞くとやっぱ飛行機乗るの怖いなってイメージになりますけど、さっきも言ったように宝くじよりも当たる確率はるかに低いんで、飛行機よく利用される方はですね、今後も快適な空の旅をお楽しみください。というわけで今日は以上です。また次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。